はじめまして、またはこんにちは、ハードモードのゆかりと戦っていきます。編成はこのような感じになっています。左からマリサは1突、強化昇格はなし、装備はこれ。霊夢は1突1昇格、装備はこちら強化はなし。サナエは全強化なし。それでは行きましょう。動くと撃つ。間違えた。撃つと動くな。今すぐ動く。初手はスキルを使って強化し、1ブーストしたスペカを打って少しでも HP を減らします。そして早くも運命ポイント発生。この時にゆかりが回避、防御アップを使わないことをね。これらのバフがかかるとレイムマリサの攻撃が通らず、自利品で負けるからです。なので、バフを使わないまたは、ブレイズ回復を使うまでリセットです。今回はどっちもしてこなかったので続行です。ここから前回と戦法が変わります。前回はマリサは集中ショットで攻撃し続けましたが、ゆかりの体力が3倍近くになったこと、スペカ発動までのターンが1ターン短くなったことにより、短期決戦を余儀なくされました。なので、拡散ショットで霊力を貯めてスペカで削る攻略法に至りました。この戦法はゆかりが要望を上げてくる行動に対して、マリサの拡散ショットは陰行なので、半減されず、安定した行動であったため、相手の行動を裏目に取った戦法になりました。相手の行動パターンを自分の戦法に加える、RPG の醍醐味ですね。2連続で嫌なバッチいてんな。ここら辺、嫌な汗止まらなかった。多分難易度が上がるごとにバフの使用率上がってるね。ノーマルの時点で3連続バフなんてなかったからな。順調に行くと、ここら辺で霊夢の霊力が3溜まるので風魔陣を打ちます。相手の攻撃力を下げるので使い得です。さらにゆかりの防御アップをすり抜けるので霊力溜まったら即、打ちます。いい火力だここで運ゲーポイントその2。ゆかりの防御バフが切れ、追加で使わないことを願ってスペカを使います。残ったスペカをフル火力でぶち込めないと負けです。ここで霊夢に攻撃は厚い。防御式自体は強いんですが、相手が全体攻撃してきたりして、ゲームバランスが追い風を吹いているのがきついですね。回避上がってるなぁ、痛すぎる。2連チャンで使われると攻撃ほとんど当たらないのが辛いな。霊力もだいぶ溜まって防御バフも切れたので次のターンに打ちます。ブレイズ数的にも最後のチャンスだな。スキルも使って畳みかけます。決着の時は近い。お願いバフしないでバフしないで。よーし。気が利くじゃん。ここまでダメージが出るのは気持ちいい。金子様譲りの力で。あと一息で倒せますが気を抜いたら死にます。確実に倒すために霊力を貯めて攻撃します。サナエさんは残ったスペカを使って少しでも圧をかけます。
か。回避はまずい。海が割れる日、何やってんだー。これじゃあ通常攻撃の方がダメージでかいじゃないか。抵抗したって無駄よ、ぶっ飛ばしてやる。確実な勝利のためにグレイズを使って1ターン待ってからスペカ打ちます。やっぱこれだよな。よっ、さあ行きましょう。ぶっ飛ばせ。抵抗したって無駄よ、カナコ様譲りの力で。長い戦いだった。これで終わりです。マリサお願いします。観念しなさい。一応でも言ったそれでいいの。容赦は禁物ですから。こういう風のんびり来るレーザー。よっしゃー、はい、ハードゆかりクリア。じゃあ、ついにあれ行くのか。次回はルナティックゆかりとの戦いです。そういえば昨夜さんが配布されましたが、ルナティックゆかりはこの3人で必ず倒します。ここまで来たしね、初期の3人で現状のエンドコンテンツまでクリアできることを皆さんに示したいです。それでは少しお時間がかかってしまうと思いますが、次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。